はい、今回はロータスのオーナーの悩みの一つとしてエンジンチェックランプの点灯というのがあります。私もエリーゼでこの症状は何回か経験しておりまして、エンジンを切るとリセットされるとか、常に症状が出っ放しというわけではないので、故障しているというような感じではなさそうな気がします。今回ロータス仲間のニャーさんが、車両の自己診断装置、OBD からその症状を読み取るというそのテスターをお持ちとのことなので、私の車両につないで症状を確認してみました。その状態のね、動画をお伝えしたいと思いますのでご覧ください。あ、なんか出てますね。出てる？それがエラーコードってこと。防臭センサーサーキットのですね。当ててる。防臭センサーの抵抗値が低いか、数値が低いってことなんで、はい、まあでも完全に例えば断線してたりすると当然もうつきっぱなしですよね。なので一時的になんか広いのを拾ったって感じですね。リセットされても、はい、バッテリーをオフにしても、うん、メモリーとしては残ってるってことですね。ここでリセットしたらもう残ってないです。リセットすれば残らないけど、はい、今これ表示されてるっていうのは要するに以前のやつがメモリーされてるってことですよね。中に残ってるやつですね。はい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 。でそれをじゃあリセットして。でリセットは。これで消えましたね。それで消えた。今何もないですよ。はいはい、でエラーがあると共にするんですよ。あなんですけど今ゼロ件になってるんで、はいはい、今エラーはないんです。ディーラーに行っても、うん、同じことやるかので。でしょうね。でそこまで、ね、例えばそのもう完全に壊れてればエラーが出っ放しで消えないわけなんで。だからちょっとまあプロにお任せするしかないと思ってたんだけど、多分この状態だと、まあ、ちょっとリセットしましたとか、例えばエアフロ掃除しましたとか、そんな程度でもう十分です、ね、終わっちゃうって感じですよね。そうですね。だからまあエリーゼ持ってる人でこういうエラーが出るっていうのは結構多いじゃないですか。その話は聞くもんで、だからその点のまあ対処の仕方っていうと、個人レベルで例えば見るとすると、例えばこれはどっかで手に入るわけ。あ、これもアマゾンで5000円ぐらい。そういうもので、グレードがいっぱいあって1万2、3000円ぐらいとか、もう一個上のやつがあるんですけど、あとなんかもうちょっと詳しく見れるとかあるんですけど、これでもエラー見れたりリセットはできるので、はいはい、これでも十分十分だね。十分できますね。で自分でまあメンテするっていうと、他になんか例えばそのなんか エアフロ掃除するとかなとかっておっしゃってたじゃないですか。あ、そうですね。あれは自分でできるもんですか。あ、できます、できます。その箇所的なものはどういうあれですかね。あ、ありがとうございます。ちょっと見にくいですけど、エアクリがあって、でここにエアフロセンサーがあるんですよ。はいはいはい。でここネジ2本で止まってるんですけど、それ外すと、まあ、長いその端子みたいなのがあって、はい、そこで要は電圧かなんかで風の流量を見てるんですね。で、それ外してもらってエアフロ用の洗浄スプレーやってるんですよ、プレーから。で下手にブレーキクリーナーでやっちゃうとあれ結構刺激強いので、あんまよろしくなくて、専用エアフロ専用の洗浄スプレーやるとエラーが出にくくなったりっていうのがありますね。エアフローセンサーってあれどういう風になってましたっけ。まあ、いろんな方式あるけど、こういうワイヤーみたいな1本出てるタイプ、エキシージのやつは、なんですかね、プラスチックの
なんか出っ張りの中に端子が2本ぐらい入ってるんですよ。でその空気が流入するところの、うん、部分に、まあ、塵とかそういうのが付着するから、そのなんだ流量を読めなくなって、そう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 、どのこの、そのエアフローの場合は、なんかエラって出てる、はい、ギシーズの場合は、燃料がリーン、薄い、それはエンジンチェックランプで、チェックランプで、ね、どっちにしろチェックランプがつくと、まあ、いろんな要因があるから、それを要するに把握するにはさっきのテスト当てないと場所が分からない。そういうことですね。まあ、それを普通はまあお店持ってってディーラーの方で見てもらって怪しいところをちょっとずつ潰していくしかないって感じで、そうそうそう。でまあ例えば今みたいに完全に壊れてるかどうかわからないってなると、まあ部分的にちょっと掃除するなりなんかで様子を見てってかことしかないわけだね、対処的には。そうそうそう。ほんでじゃあ例えばここが怪しいわねって言って大津センサーをじゃあ予備的に変えてみるとか、そんなことやってたらお金ばかかかっちゃってしょうがないから、難しいって感じがある、ね。うん、で O2 センサーが本当に NG な場合もあるんですよ。はいはいはい。でその時は変えた方がいいんですけれども、でそれ以外の時でもなんかちょっとした信号を拾って、まあ、それがあのエラーとして出てしまうってことがあって、なんか瞬間的なので、あの特に機能上とか走行上問題ないんだけど、まあ、出てしまったっていうパターンがあるんですよ。あ、そうだね。で今回も多分そのパターンですね、はい、でそれが慢性的に毎回毎回もうすぐチェックランプつくとか、あの頻繁に起こるようだったら、まあ、本当に O2 センサー本体を疑った方がいいかなと。で、あの頻度が少ないんであれば、まあ、多分なんかひょっとしたことで拾ってっていうパターンだと思うので、で距離ちょっと何万キロ乗られてるか分かんないですけど、僕のやつ1万キロでも平気で出るんですよ。 O2 センサーってもっと だいたい 4,5 万キロとか、まあ、持ってきちゃう、持つよね、うん、持ちますよね。それぐらいは一応 O2 センサーの単品としての耐久性あるはず。極端に低い場合は多分なんか変な信号拾ったのかなって。僕はもうディーラーさんに聞いても同じことしか言わないと思うんで、まあさすがその点分かってらっしゃるんで、まあ、聞いてよかったと思うし、まあエリーゼ持ってるんだったらさっきのテスターもしかしたら持ってたら役に立つかもしれないですね。結構あった方がいいですよ。まあ、このチェックランプでね悩んでる人意外といると思うんですよ。います、います。そうで結局ディーラーに持ち込んで原因わからないよとか、それで騙し騙しって言って、そのなんかモヤモヤがすっきりしないで、じゃあこのまま走ってていいのかとかね、どっか出かけちゃってて、あの止まっちゃえば困ったなとか、そういうことがあると、なんとね車自体が楽しくなくなっちゃうんで。そうなんですよ。あのそんな近くにあるわけじゃないもんで頻繁にも行けるもんで、そうそう、まあ、パッと自分で分かってた方がまだ対処ができる、いいか悪いかぐらい、すぐもうこれはダメだろっていうやつじゃなくて、まあ、またこれかみたいな形で、はいはいはい、あのまた O2 センサーあたりかっていうと、まあ、リセットかけていいかなっていうので、あ、まあ、そういう判断してます。そうね、まあ、やっぱあれだ、あのいろいろ乗ってらっしゃる方の話を聞くのが一番。はい、以上が OBD テスターを使った症状の確認とリセットの作業ということでした。ただしこの作業をやったからといって症状が完全に治るということはないので、あくまでもね、あの自己責任でお願いしたいと思います。ある程度の電気の知識とか車の動作、あと制御について、あの詳しいことをね、あの分かっていないと車を壊してしまうと、そういうこともありますので、あくまでも参考程度に、自己責任でお願いしたいと思います。確実に修理するということであれば、やっぱり修理工場さんやディーラーさんにね、お任せするのが安心かと思います。はい、それでは今回この辺で、ご視聴ありがとうございました。